こんばんは、青紅ちかです。今回は新企画、青紅のこれ1万枚買え、フォーゴトンレルム編。フォーゴトンレルム担保のフルスポが公開されたので、ビッグウェブさんの予約販売価格を基準に、こいつはもっと値上がるやろうと青紅が思うカードを紹介します。あと巷で話題になってるけど、値上がりはしないんじゃないかなというカードも何枚か紹介します。あくまで個人の感想なので、カードを買うときは自己責任でお願いします。それでは行きましょう。巷で話題になってるけど値下がるか値段相応だと思うカード、1枚目、高貴なる行いの書。トスカさんがコンボ紹介をしてたカードですね。クリーチャー化した不詳の安息地を対象にして、悟りカウンターを置いて土地に戻れば破壊が難しく相手が勝ちづらくなるというコンボなんですけど、下環境では例えばヒストリックでもよく使われている作迫かなで、アーティファクトも不詳の安息地も割れる点、スタンではどの色にも入れられる廃墟の地や、イゼットドラゴンでほぼ入ってるプリズマリの命令で対処することができる。で、あと、いたずらの神の強奪やキオーラ会心を打ち倒すなどでコントロールダッシュすることで逆に有利な状況を作ることができるので、安定性はないのかなと思ってます。まあ話題にはなってるんだけど、めっちゃ強いっていう風にはならないと思う。もしその能力を使わなくても上の能力が、まあ、なかなか強くて構築でも使われるとは思うんですけど、トリプルシンボルなので、まあ値段は今が最高値かなと思ってます。2枚目、砂漠滅ぼしイムリス。強いし見た目もかっこいいから結構買われるとは思うんですけど、伝説のクリーチャーなことが気にかかっていて、例えば黄金化のドラゴンと比較するとスタッツは高いんだけど速攻を持ってないから、まあ誤報があるとはいえ除菌ではないので、まあ、除去されやすい中、次のターンまで生き延びないといけないし、攻撃宣言をしてタップした後は誤報がなくなっちゃって、まあ、無常な構造とかでも死んじゃうから見た目よりも脆い印象です。伝説だから、並べることもできないっていうこともあって、デッキに多くて2枚入るかなって感じかな。巷では令和の王時代と言われているっぽいけど、そこまで使われずに値下がりするんじゃないかなと思ってます。速攻を持ってたら、まあ、2500円から3000円ぐらいかなって印象なんですけど、今のね、王時代もそもそも700円だったりとかするので、まあ、1000円近辺に落ち着くかなと思っております。もしコントロールのフィニッシャー枠として考えている場合は、青白だと夢さらい、青緑だとコウマがいたりするので、青単色の大型クリーチャーが必要になれば、あるいは5マナで飛んでいる55のクリーチャーが強いってなれば採用されるかなって感じですね。今買うにしても、まあ、1枚程度に抑えて様子見した方がいいかなって思ってます。次にドラゴリッチエボンです。書いてることはとても強い。4マナでパワー5があって飛行、5回殴れば相手は死ぬんだけど、タップ状態で場に出ているのでブロックしてまた戦場に戻ってくるっていうような動きはできないです。で、これも伝説のクリーチャーなので横に並べない。まあ、構築でも使われるとは思うんだけど、カードを見た時に感じる強さと比べると実際に使った時は、まあ、2段階ぐらい弱く感じるんじゃないかなって思ってます。以上が、まあ話題にはなってるけど、まあ値段相応か値下がるかなと思ってるカードです。で、次、強い1万枚買え。まあこれがね、今回の本題ですね。はい。レアと神話レアのそれぞれ紹介していきます。では、いきます。偽りのパラディン。1ターン目これを出して、2マナで宝物トークンを出して4マナにジャンプアップできるので、黒系のデッキでは使われる気がしています。黒でマナ加速できるクリーチャーって少ない気がするので、今の値段だったらもう買っとけって思います。2枚目、モンククラス。2回目の呪文オンリーだけどコスト軽減とレベル2でパーマネントをバウンスしてテンポが取れる、レベル3でアドバンテージが取れると弱いところがない。100円は不当だと思います。ソーサラークラス。スタンだと型破りな協力、下環境だと若き愚連術師と合わせて使うと面白いかなと思ってます。プリズマリの学長がアーティファクトにマナを生み出せる能力を与えるのが強いってスタンダードで感じた方も多いと思うんですけど、あれのクリーチャー版ができてエンチャントだから割られにくいっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思ってます。しかも場に出すんだったら2マナだしね。レベル3に行くと呪文を唱えるだけで勝つので、これがフィニッシャーにもなり得るのが偉い。各対戦相手なので EDH とかだとさらに凶暴になります。
レアのエンチャントはあまり値上がらない印象があるので、まあ強くはおすすめできないんですけど、僕的には1万枚買えです。ちなみに、白、青、赤でモンククラスとソーサラークラスを場に並べたジェスカイスフェルデッキも面白いと思います。両方4枚ずつ買っても、まあ今だったら1000円程度なので、購入検討をぜひ。勝利した冒険者。摂氏持ちなのに攻撃時に先制攻撃を持ってるし、攻撃するだけでダンジョン探索ができるし人間でもあるので、白黒の人間ダンジョン探索デッキができてもおかしくないかなと思ってます。ダンジョン探索に特化しなくても、イコリアのクードロ将軍とかを使った白黒の人間デッキが流行る可能性もあるかなって思ってます。今、150円だったりとかするんですけど、まあ、500円になってもおかしくないかなと思ってるので、注目してみるといいかもしれません。さあ、じゃあ、レアの最後だね。こちらは、サイクルなんですけど、ミシュラトチたち。負傷の安息地と比べると、まあ、ピーキーな性能はしてるんですけど、こちらはなんと、有色マナが出るのと、マナに対して結構強めなクリーチャーが出るので、不当に安くないと思ってます。土地は、後々高くなることも多いので、今のうちに買い漁っておくのもいいと思います。さあ、では、神話レアの方行きましょう。神話レアは、3種類ですね。では、行きます。1枚目。デミリッチ。これ、普通に捉えようとすると、青4つマナが必要なんですけど、青が入っていないデッキでも場に出すことができます。ラブニカのギルドで、青タンアークライトっていう、青タンで墓地にカードを落としまくって、ここのフェニックスだったかなを出したり、ハイヨル恐怖でダメージを与えるっていうデッキがありました。なのでね、実は青マナが出せなくてもデッキに入れることができます。これも適当な1マナインスタントソーサリーを4回唱えたら0マナで出すことができるので、青が入ってないデッキでも使えて、見た目以上に使われる幅は広い印象があります。攻撃すると、墓地のインスタントやソーサリーを追放&コピーして唱えることができるので、盤面に残るとかなり強い。しかも伝説じゃないから横に並べられる。下環境でも使われる予感がしているので、2500円と今は高めなんですけど、まあ、もうちょっと値上がるかなと思ってます。個人的にはフォーゴトンレルムのトップレアです。アーチリッチ・アサーラック。レガシー以下か、統率者ではアルーレ、魔の魅惑かな。あるいはパイオニアやヒストリックだと全地との無限コンボで勝てるので、今が一番安い可能性はあるかなと思ってます。2倍コンボは強いんよ。この無限コンボがもし強かったら、イコリアの相棒ルール変更みたいに、ダンジョンは1種類につき、一度しか踏破できませんってルール変更があるかもしれん。スタンでもめちゃくちゃマナ生み出して、峰の恐怖が場にある状態で4回出したり、何かしらの悪さはできそうな予感はしています。最後、アベルナスの代行、ザリエル。ローテ後にトーブランの代わりに使われそう。1、2、3ターン目に展開したクリーチャーをプラス1能力でパワーアップすることも、また、0で、毎ターンクリーチャートークンを生成することもできるのは全体塾に対しても強いし、最近の赤のトークンというとブロックできないイメージがあるんですけど、これはなんとブロックができて、さらに死亡時に好きな対象に1点与えられる。奥義は派手さはないし、盤面にクリーチャーがいる必要はありますが、場に出て3ターン後には奥義が発動できるので、相手が感じるプレッシャーも相当なんじゃないかな。環境が変わるタイミングはアグロが強いジンクスもあるので、短期的に買うのもありだと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあね、もしよかったら購入検討してみてください。一応ね、青瓶にはね、これらを、まあ4枚ずつだったりとか、まあもうちょっと多めに、ね、自分が買わずに、おすすめするっていうのもなんなんで、はい。シングルで予約しました。ってことでね、はい。もし面白いと思っていただけたら、チャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。それでは、青瓶ちかでした。またねー。